はい、皆さんこんにちは、ベーシストのブンです。普段は岡山の秘密基地で初心者の方向けに音楽レッスンをしています。今回ご紹介するのはこちらのアイテムです。はい、フェンダーオーディオのワイヤレスイヤホン、ツアーです。まずメーカーであるフェンダーなんですけど、このメーカーはもともとギターやベースをはじめとする楽器のメーカーで、これ例えば車ならトヨタとかホンダ、あるいはスポーツ用品ならナイキとかアディダスといったような老舗かつスタンダードな楽器メーカーになります。そんなフェンダーがイヤホン業界に参入したのが2016年で、このツアーはその最新作とのことなんですけど、今回は主なスペック、装着性、そして音響性の3つでレビューしたいと思います。まず主なスペックなんですけど、 Bluetooth が 5.0、 連続再生時間は5時間、有効射程が 10m、 防水は生活防水のレベル4、充電は15分で再生1時間、2時間でフル充電となります。このうち Bluetooth 5.0 というのは iPhone の場合だと8以降の機種に対応していて、これが Android の場合だと参考機種として以下のバージョンで対応しているとのことです。そして生活防水のレベル4というのは運動による汗や小雨に対応するレベルで、直接水をかけるのは NG という認識でいいと思います。そしてその操作方法なんですけど、ボリュームアップが右タップ、ボリュームダウンが左タップ、次の曲へは右の長押し、前の曲へは左の長押し、そしてどちらのボタンであれダブルタップで再生と一時停止の操作という風になっていて、これ慣れてしまえば感覚的に操作できると思います。続いて装着性なんですけど、このツアーの特徴として 3D プリントシェルといって、1000人以上の耳型データをもとにあらゆる耳の形状やサイズでも快適にフィットするように設計されているとのことで、これ使用感としてはざっくりイヤーピースを耳の奥に入れ込んで使用する密閉型タイプという認識になると思うんですけど、これ3サイズのシェルが入っていることもあって、耳の穴にも合わせやすくて高い密着度を実現していると思います。その一方で使用時間が長いと装着疲れを起こす側面もあると思うんですけど、これ使った実感としては1時間程度の継続使用なら全然問題ないように思いますし、また僕自身すぐかぶれてしまうタイプなんですけど、桜が咲く頃の発汗程度なら問題がなかったので、これ梅雨が明けた夏にどうなるかっていうところです。そしてこの密閉性がもたらすものに耳栓のような効果があると思うんですけど、これはオフィシャルサイトによると、周囲の騒音を最大で 22dB 遮断、安全な音量でも気を散らされることなく自然なリスニングを実現しているとのことで、実際使ってみると完全遮音されるわけではないんですけど、外周音が聞こえにくくなった分音楽が相対的に聞きやすくなっている印象です。そして音響性なんですけど、さすがフェンダーというべきか、各楽器のサウンドの美味しいところが聞こえやすいように思います。それは例えばドラムだとバスドラムの太くて丸いアタック感や、ベースの低音や弦の生鳴り、そしてギターの粒立ちやコード感だったりするんですけど、これそれぞれに程よい分離感はありつつも、その温かい質感によってバンドサウンド全体のまとまりも担保されているように思います。以下その例として、これまでこのチャンネルでご紹介してきたベーシストの音楽をいくつか聞いていこうと思います。はい、というわけでまずはサカナクションのアイデンティティを聞いてみたんですけど、草刈さんの高質かつしなやかな低音をツアーで聞いてみると、そのゴツッとしたアタック感が印象的で、特にサビの等間隔刻みの低音はその推進力がさらに増しているように思いますし、ダンスビートの要である四つ打ちのバスドラには空間全体を支配しているような迫力を感じます。その一方でボーカルの山口さんの声は丸みを帯びているトーンでありながら、しっかりとした存在感があるように思います。続いてはこちらのバンドを聞いてみます。はい、こちらユニゾンスクエアガーデンのシュガーステップとビターソングなんですけど、これベーシストである田淵さんの特徴として、以前このチャンネルでご紹介したパーカッションを兼任するかのような一人二役の音色があると思うんですけど、これをツアーで聴いてみると、あの独特のカチッとかピキッというような、そういったアタック音が強調されていて、特にギターのない1番 A メロなんかですごく気持ちいいサウンドになってると思います。
そしてあの打数の多い鈴木さんのドラムも一音一音綺麗に聞こえて、特にバスドラがめちゃくちゃ気持ちよく感じます。その一方で斉藤さんのギターはキレとまろやかさが共存しているような印象を受けますし、その芯が通った歌声も相まって、よく聞くユニゾン表としての3人全員主人公感にさらなる説得力が生まれているように感じます。続いてこちらを聞いてみます。というわけでミスチルの名もなき歌なんですけど、中川さんの低音がより具体的に聞こえてくるように感じます。そしてその結果、以前このチャンネルでご紹介した上調と下情報の間を見極めたような A メロのベースラインによりメリハリが生まれているように感じますし、それに付随して中川さん以外のバンドメンバーの音色の良さや特徴をさらに浮き彫りにしているように思います。これ例えばジェンさんのドラムだとスネアといって、いわゆる2拍目と4拍目でなる小太鼓があるんですけど、その皮の鳴りが空間を気持ちよく抜けてくるように感じますし、桜井さんの歌声は聞きやすさが増しているように思います。そして田原さんのギターは粒立ちの良さが増していて、その歌が持つ感情を後押しするための心くすぐるフレーズもきらびやかになっていて、実はバンドの個性を決定的にしているのはギターなんじゃないかと、そう思ってしまうぐらいの存在感を感じます。それでは最後にこちらを聞いてみようと思います。実は今回このツアーを使ってみて個人的に一番いいと思ったのがこのラルクのダイブトゥーブルーです。というのもボーカルを含む各楽器に程よい分離感がある結果、メンバー全員の個性が前面に出てきているように感じたからです。それは例えばギターだとイントロとかサビで伸びやかさを抑えたアルペジオが出てくるんですけど、これツアーで聴くとさらに深みへダイブしているように感じます。そしてドラムの場合はシンバル類のきらびやかさや抜けが気持ちいいスネア、そしてタイトなバスドラが心地いいし、もちろん哲也さんのベースもあのキーボードも加わった広がりのあるサウンドの中でもど真ん中を貫通しているような印象を受けます。特に印象的なのが A メロで、あのうねりを伴う低音が出たり消えたりするフレーズのメリハリは、本来主役の役割を担ってないはずのセクションなのに主役級の存在感があるように思います。そしてそんな全員が存在感フルマックスなバンドサウンドの中でも、基準はあくまでハイドさんの歌声にあって、これ全体として一体感と分離感がちょうどいいバランスになっていると思います。そんなツアーなんですけど、その店頭予想価格は 21,890円と決して安くはないと思います。なので例えば聞ければ何でもいいやっていう方や、今使ってるのが壊れて急遽必要だと、そういった方にとってはファーストチョイスにはなりにくいかもしれません。その一方でワイヤレスをすでにお持ちでアナザーチョイス、つまり別のワイヤレスも欲しいという方や、初めてのワイヤレスだけどいいものが欲しいという方にとってはこのツアーは非常にいい選択肢になると思います。特にこの初めてだけどいいものっていうのは一つの重要なポイントだと思います。これ極端な話、楽曲制作を料理に置き換えた場合、せっかく素晴らしい道具で調理された素晴らしいサーロインステーキも普通のお皿で食べるのとパール金属のステーキ皿で食べるのではその満足度に明らかな差が発生します。そしてこのお皿に該当するのがイヤホンであり、これ言うならばフェンダーという調理道具メーカーの老舗によって制作されたステーキ皿の最新作が今回ご紹介しているツアーになるわけです。その一方で世の中には例えばソニーやオーディオテクニカといった老舗のイヤホンメーカーもあるわけで、じゃあフェンダーの強みは何だろうと考えた時に思ったのが、楽器の鳴り方を熟知していることであり、その楽器の鳴り方がイヤホンからどう聞こえてほしいのか、その答えの一つがツアーなのかなと思うわけで、その意味でこのツアーはフェンダーという企業のビジョンとしての全世界の音楽ファンの期待を上回るというミッションに対して極めて誠実なアイテムだと思うわけです。秘密基地の文でした。